これより歴史を紡ぎ直す。それにはかの者を核に据える必要があるだろう。かの者の生まれは過酷である。九尾の妖子、そう人々に呼ばれていた者が火の国の木の葉隠れの里に現れ、暴れ回った。時の四代目火影は渦巻きナルトを器として、そのうちに妖子を封じ込め、里にひとときの安寧をもたらした。赤子の身でありながら妖子を封じられたナルトは、里の者から迫害を受けたが、それでも強く生きていった。それから時が経ち、ナルトはホカゲを目指す少年へ成長した。持ち前の明るさを持って仲間ができ、多くのつながりができた。ウチハ一族の少年、ウチハサスケ、そして彼に憧れる少女、春のさくら。特に二人はアカデミー卒業後、ナルトと共に第七班に配属され、あまたの任務に挑む最も近しい存在となったのである。しかし第七班隊長畑かかしは、任務に向かうより先に各々の実力を試すため演習を行うと三人に告げる。今からやる演習はただの演習じゃない。これからお前たちが下忍としてやっていけるのかどうかを見極めるテストだ。さーて、それじゃあサバイバル演習開始だ。卒業生27名中、下忍と認められるのはわずか9。この演習は脱落率 66% 以上の超難関試験。そんな、じゃあアカデミーの卒業試験って何だったのよ。あれはただの下忍になる可能性のあるものを選抜するんだ。こんなとこで落とされてたまるか。まだまだ、こんなもんじゃねえってばよ。私だってやるときはやるんだから。お前らにしちゃ上出来だ。思ったかよりやるね。ここまで。よし、合格。でも俺たち鈴取れてねえってばよ。俺が見ていたのはお前たちの個人技能じゃない、チームワークだ。チームワーク？確かに忍者の世界ではルールや掟は大切だけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。だがお前たちはそれが分かっているようだな。ま、これからもっと鍛えなきゃいけないけど。よし、これにて演習終了。第7班は明日から任務開始だ。カカシを相手にチームワークの可能性を見せた3人は正式に仲間として認められ、ここに第7班はなった。各々の胸中に秘める夢、野望は異なれど、3人は忍びとして本当の道を歩み始めたのだ。
これより果てしなく続く忍びの道を。第七班に正式に配属されたナルトたちは、要人護衛の任務を受け、波の国へと旅立った。貧困にあえぐ波の国では、他国と結ぶ橋の建造が進められていたが、それを快く思わぬ輩によって、頻繁に妨害を受けていた。橋の完成まで、護衛の継続を決断する第七班であったが、そこに異質な二人組が現れ、双方は刃を交える。二人組の一人は忍び刀な七人衆の一人、桃地ザブザと言った。そしてもう一人はザブザブしたい自身も強大な力を有するハク。ただただザブザの道具として生きるハクに対し、一種の戸惑いを覚えるナルトであったが、仲間のため、己の信念のため、決意を固め、サスケと共にハクに挑むのであった。この俺が来たからには誰も傷つけさせねえぜ。それはお前だろうが、うつらとんかち。僕は大切な人を守りたい。その人のために働き、その人のために戦い、その人の夢を叶えたい。ザブザさんの邪魔をする者は誰であろうと倒します。俺だって、俺の大切な人たち絶対傷つけさせねえ。何が何でも絶対に勝つ。勝つ。距離を、距離を、意識が遠のいて
激戦の最中、サスケはウチハ一族のみが使える特殊道術シャリンガンを開眼し、戦いを有利に進めるが、なんで俺なんか余計なお世話だ。知るかよ、体が勝手に動いちまったんだよ、バカ。目の前の惨劇を皮切りに、ナルトの怒りは暴走へと変わり、内に秘める九尾の力を持って核を凌駕する一撃を放つ。これは絶対許さねえ。僕はこの子にはかないません。ザブザさん、ナルトとサスケがハクと戦う一方で、カカシはザブザと死闘を繰り広げていた。サルマネじゃこの俺は倒せないぞ。波の国の未来のため、お前はここで消えろ。お前の未来は死。ザブザ、お前じゃあこれをやれないよ。野望がある。だからこそ俺は戦う。お前は危険だ。ここで仕留めさせてもらう。一気に行けザブザ、少しはしゃぎすぎたな。どうしてだ。なぜついていけない。今のお前では俺には勝てない。お前の野望は多くの犠牲を出す。それは忍びのやることじゃない。総来神。カカシがとどめの一撃を放った次の瞬間、ハクが身を挺してザムザをかばい絶命する。大切な何かを守るとき、人は本当に強くなれる。ハクは己が示した意志の通りに人道を歩み、そして散ったのである。そこへザブザたちの雇い主ガトーが大勢の無法者たちを引き連れて現れる。用済みとなったザブザとハクをナルトたちもろとも葬り去ろうと画策したのだ。ザブザはハクの思いを汲んだナルトに謝意を伝えると、最後の力を振り絞りガトーを倒す。
そばにいたんだ。せめて最後もお前のそばで。できるならお前と同じ場所に生きてえな。俺も。涙のような雪が降る中、ザムザは白の亡骸の傍らで息を引き取るのであった。必死に生きた忍びの最後をナルトはまぶたに焼き付ける。中忍選抜試験、それはこの赤暮れの里や砂隠れの里、その他近隣諸国の下忍を集めて行われる合同の試験である。だがその実態は戦争の縮図であり、自国の軍事力を示すデモンストレーションの場でもあった。ナルト、サスケ、サクラの3人はこれまでの任務で培われたチームワークを発揮し、第一試験、第二試験をクリアする。続く第三試験の予選は一対一で戦う個人戦だった。ナルトはアカデミーの同期犬塚キバと
対戦することになる。お前なんかに負けてたまるかってばよ。言うじゃねえか。だったらその実力見せてもらうぜ。てめえが相手じゃ勝ったも同然だな。俺は火影になるんだ。こんなところで負けてらんねえ。お前なんかが火影になってなれるもんかよ。俺をなめんなよ。当たらねえ。やるじゃねえか。まだまだ。こんなもんじゃねえってばよ。調子に乗んじゃねえ。俺は火影になるんだ。こんなところで負けてらんねえ。試合を観戦した者たちは大番狂わせの展開に驚きつつ、キバを倒したナルトの実力を認め始めていた。そしてナルト自身も己の成長を実感するのだった。10人選抜試験の予選が終わり、いよいよ本戦が始まった。ナルトは木の葉の下忍で最強と目されるヒューガネジと戦うことになる。予選ではネジはヒューガひなたに干渉していた。落ちこぼれは落ちこぼれと嘲笑されたナルトは、自分をそしてヒナタを侮辱するネジに対して必勝を宣言する。絶対勝つ。運命は決して変えられないということを身をもって教えてやる。そういう運命だ。お前みたいに運命だ。なんだそんな逃げ腰野郎には。絶対負けねえ。本当の現実を知った時、その時の爆弾の目が楽しみだ。よっそれ。よっそれ。少しはやるようだな。よっよっよっ。お前だけには絶対負けらんねえ。くわえやがれ。そらよっか。そらよっか。バカだ。この俺が運命がどうとか変えられないとか、そんなつまんねえこと言ってんじゃねえよ。お前は俺と違って落ちこぼれなんかじゃねえんだから。
運命は決して変えられない。それは日向家の分家の宿命がネジに言わせた言葉である。だがナルトとの戦いをきっかけにしてネジは運命を自分で変えられると思うようになるのだった。突如発生した戦闘にこの赤暮れの里は未曽有の混乱に陥った。大騒動の中、三代目火影の猿飛ヒルゼンはオロチマルと相対する。オロチマルは伝説の三人の一人であり、ヒルゼンとはかつて師弟関係にあった。木ノ葉崩しを起こしたオロチマルの目的は、木ノ葉隠れの里が崩壊するよう己の手で先導すること。そしてサスケの体の乗っ取りであった。天性の器として優れた資質を持つサスケの体を狙っていたのだ。オロチマルは死を葬るため近日江戸天聖を用いて初代火影千住柱間と二代目火影千住扉間を口寄せする。火影同士の壮絶な戦いが始まろうとしていた。知っていますか、かつて死と呼んだ者を傷つける喜びを。それを今お前が感じているというわけか。先生にもすぐに同じ思いを味合わせてあげますから。
さかあのお二方を転生させるとは。師匠愚弄しおいて時をもてあそぶとろくなことにはならんぞ。すぐにやられないでください。面白くないですか。この白寿司か。しかし今まで動いていたとはな。これもお前の計り事か。歴史は常に動いているんですよ、サルトリ先生。もう何をやっても遅い。おとん、大炎丸の術。闇に染まったお前には相応の処罰を下す。この葉くずし、ここに破れたり。この老いぼれが、私の腕を返せ。よくも私の術を。さらばじゃ、我が弟子、オロチマル。この葉崩しはならなかった。この葉の忍びは皆里を守るために命がけで戦い、オロチマルの野望を退けたのだ。この葉舞うところに火は燃ゆる。火の影は里を照らし、またこの葉は芽吹く。ガーラは直前までのサスケとの死闘の影響で暴走を起こしかけていたのだ。砂の忍びたちは切り札であるガーラの異常を見て、彼を連れて撤収しようとする。サスケはこれを逃がさじと追跡し、コノハの森でガーラたちに追いつくのだった。逃がさしねえよ。真の恐怖を味わわせてやる。力を試せ。相手は誰だ。見せてみろ、お前の力を。俺を感じさせてくれ。
どうした？俺のうずきはまだ収まっていないぞ。もっと俺を楽しませてみろ。出ない。お前ならばできるはずだ。図に飲んじゃねえよ。目障りなんだ。目障りなんだ。当然の結果だな。サスケはカカシに授けられた一撃必殺の忍術千鳥を駆使してガーラに挑む。だがサスケは先の試験でオロチマルに遭遇し、恐ろしい呪因を与えられていた。その影響でサスケは動けなくなってしまう。そこまでだってばよ。ナルト、お前なんでここに。ガーラの砂がサスケを襲う直前、間一髪のところでナルトが救援に駆けつけるのだった。ガーラはナルト同様、一尾の刺客をその体内に宿すものであった。ガーラにとって他者とのつながりは憎しみと殺意だけであり、戦いとは他者と自分の存在をかけ殺し合うことであった。仲間のために戦うナルト、自分のためだけに戦うガーラ。同じ境遇でありながら真逆の結論に至った二人が激突する。うわお前もその仲間も全部ぶっ潰してやる。仲間、俺の大切なもの、絶対守りきってやるってばよ。よっ
よっ、おら終わりだ。ぼっちの苦しみは半端じゃねえよな。けどもう俺には大切な人たちができたんだ。俺の大切な人たち傷つけさせねえ。
トの最後の力を振り絞った拳がガーラの頬を捉える。だがそれは憎しみのこもった拳ではなかった。同じ境遇の者だけに通じる悲しみと同情があった。お前の気持ちはなんでかな。痛いほど分かるんだってばよ。なんで、なんでお前は他人のためにここまで。一人ぼっちのあの地獄から救ってくれた。俺の存在を認めてくれた大切なみんなだから。大切な。そうか、だからこいつは強いのか。孤独の苦しみを知るナルトにはガーラの気持ちが痛いほど理解できたのだ。しかし今のナルトには存在を認めてくれた大切な者たちがいる。ガーラの横暴を許すわけにはいかない。愛情を持つ者の強さを思い知ったガーラは戦闘意欲を失い、砂の忍びたちに支えられて去っていった。自分もいつかはナルトのようになりたいと願いながら。